このくぼみ何？ちょっと気になるんだけど。じゃあちょっとこのくぼみが気になるので、適当に埋めてみるか。ほい。こっちに多分行くんだろうけど、どうすんのこれ。黒いとこ入れちゃダメなんだよね。水の流れとか操るってことはないだろうし、謎だな。うーむ、これは難しいね。おっとっとっと、変なの持ってきちゃった。難しいねこれね。こっちに何かあったっけ？ないよね。あ、ああ、はい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 。一つ分かったね、浮かんだね一つ。こうして何をやってたんだ俺は。さっきのやってたんだよ。今回は本当にひどいな、この下りが。こうやってここのくぼみにこれを入れると、押すだけだと思ってた俺今。横に多分カチッと入るでしょ。で多分新しいのが出てきてるから倒そう。これで新しいのが出てくるので、でこいつを次にこっちに運べばいいのか。ちょっと難しかったな。ちょっとばかし頭が固いので。よし、これでハマったらいいんだけど。どうかな、ハマるかな。ちゃんとハマってどうなるかだよね。ハマってなんかここの道ができれば一番いいんだけど、それが一番いいんですけど、どうなるんだろうね。カチッと、お、敵が出てきた。後ろはもらった。しかし普通だった。ホエドロミオン。でひゃ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 。あ、こいつ風が弱いな。風が強いな。うん、風が弱いのか。こいつ何が弱いの？結構弱いぞ、なんか。結構ダメージかける。こいつ大丈夫か？いった。こいつ強い。地味に強いけど。
よいしょよいしょ、どうよどうよ、いてる、いって、こいつの技名はなんかいろいろ違うな、通常モンスターといろいろ違うぞ。なんかデヒャヒャヒャとかさ、ドゴーンとかさ、 EXP9 とボーナス7って なんでこんなに変な値になってんだ。バグではないと思うけど、え、ああ赤いのが追加されるの、ね、あれ掴めないよ、あ、これ今俺が置いたやつだ、何をやってるんだ俺は、え、それでそれでどうにかなってないな、なってないな、何だったんだようなやつは、よくわからないな、とりあえずまたゴーレム君を倒しておきましょう。いらないです。どうすんのこれ、全然わからん、あと1個なんだよな、だけどあと1、あーなんとなく分かってきた気がする、ようやく分かった気がするぞこれ、このゴーレムから出てくる色の同じやつを入れなきゃいけないから、俺はまた緑のやつが出るまで頑張らなきゃいけないのか、これ畜生、そういうことか、もしかして OK、 それしかないよね、あそこに入んないってなると、よし来た、よし来た、任せろバリバリ、こっちか、これで行かなかったらちょっとね、攻略サイト見ようかな、これでもし下に落下しなかったら、よし来た、落下するまでよかったけど、ここでまっすぐここに持ってってダメだったらどうしよう、よし来た、なんか強そうだな、ちょっと今のうちに回復しておきましょう、なんかちょっと強そうだな、回復で TP を回復させましょう、 TPTP ミラクルグミは使わなくていいからこれでいいや、よしよし、だいぶ回復した、よし今だ、スナックを狙え、よっしゃ来た、よいしょよいしょ、あ、デバインセイバーちょっと使えた技だと思ったけど、やっちゃったぜ、よいしょ、あ、やべ、めっちゃ遅い足が、よいしょ、オッケー、2体倒した、で足の能力も治った、オッケー、あとあいつだ、あ、まだいた、他にいた、フォトンで、これでいいかな、どうよ、
よーしよっしゃ。愛の前に敵はない。